はい、これから授業始めます。起立、礼、着席。ちょっと狭いのよ、もう立ちなさいよ。一番端っこが狭いんだよ。もうちょっと抜け毛が入って抜け毛がちょっと気になってしょうがない。それはそうだよ、一緒一緒。はい、じゃあ1時間目は保健体育。今日も吉岡奈々子さんにいただきましょう。吉岡です、お願いします。セクシー。野勝先生のカレー臭が臭い。お前の方臭い。なんだその変な耳当ては。え、これ生えてるんですけど。なんかコメントに美人とか書いてあるけど、お前ら全然美人じゃないよ、お前ら。ブス。どっち。何言ってんの。それコメントが正しい。はい、ね、それではね、先日お伝えした通り。噛んでる。映った、映った。うるさい、うるさい。愛し合いすぎよ、あなたたち。そんなとこまで愛し合ってない、全然愛し合ってない。ね、今日は、自分の将来なりたいものについて、うん、吉岡先生に告白していただこうかと思う。だるい。はーい。だるいわ。だるい。だるいとはなんだ。真面目だろ、バカトレ。くさ、気持ちいい。七子先生、美しいってコメントは。ありがとうございます。ちょっと待って、気持ちいいって何？ケイさんも可愛いって書いてあるけど、全然可愛くない。可愛くない。はい、では委員長。あれ、私は気持ち悪いわよ。気持ち悪くない。おばさんじゃないの。うるさい。どっちかっていうと綺麗、私は。よし、じゃあでは記者子から。将来なりたいもの、よろしくお願いします。そこ大事。ご挨拶大事。そうですね、礼儀大事。はい、大事してて。はい、今とそこ七子先生、聞いてください。私には小さい頃から思い描いてたささやかな夢がありました。この類まれな恵まれた美貌を生かし、お年寄りが昇天してしまうようなセクシーさで、世の中の非リア充たちを癒す世界的なアイドルになるというささやかな夢が、そして世界中のイケメンたちをはべらせ、ゴールデンボンバーの桐生さんと結婚して、子供をみんなセリエ A のスター選手にするはずでした。だけど私、気づいてしまったの。この美しさがあまりにも人間離れしてしまうことに耳が入るぐらい。なんで笑ってるの、なんか。真剣です。そうか、私はこの世界を救うために転生してきた美の女神だったのね。だから耳が入ったのね。私は運命に従い立派な女神になりたいです。はい。誰ますか。話が読めない。キリショーさんのお嫁さんから女神になりたいにもなります。え、どっちもになるんですか。はい、女神がキリショーさんのお婿さんになるんです。お嫁さんになるんですか。はい。あ、そのまま神話になるの。神話になるのよ。そのまま伝説になってください。ありがとうございます。将来なりたいもの、稽古。私には将来なりたいものがあります。それは妹です。妹、それはこの世界にある全てのものの中で最も優れた存在。神でさえ妹には逆らえない。私はそう信じてます。お兄ちゃんだけど愛さえあれば問題ないよね、とか、お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからね、とか、この中に一人妹がいるとか、俺の妹がこんなに可愛いはずがないとか、シスタープリンセスとか、処女はお姉様に恋してるとか、あげればキリがないくらいに人気アニメも目白押しなんです。私という特別な存在にさらに付加価値をつけるためには、どうしても妹になりたいんです。両親が早く離婚して、そして再婚。そうすれば血のつながりはなくても、女の私がお兄ちゃんやお姉ちゃんを手軽にゲット。そして私は妹へと進化するんです。これが私の将来の夢です。ありがとうございました。すごい。人としてどうかしら。はい、恵子さん、それガチで私親に言ったことがあります。最低。二人とも最低。早く離婚してお兄ちゃんがいる人と結婚してくださいって言ったことあります。私、一言とは思えず。はい、
頑張ってください。私は残念ながら将来的にできなかったんですけれども、はい、まだお若いので頑張ってください、はい、ありがとうございます。本当に応援します。共感してもらえてすごく嬉しいです、はい、びっくりしました。ありがとうございました、はい。なんか出てる。よろしくお願いします。何が出てる？なんか出てるよ。ハガコ。ハガコ。汚いわよ。汚い。こっち向け。後ろ向いてこっち向け。ハガコいろいろ汚い。なんだそれ。汚すぎる。ちょっと私ダメージ受けた。ごめん、一回も選択してないの。もっと左。そう。その辺。ちょっとハガコ。汚い。ハガコ。ハガコ。ハガコ。もっと見て。ハガコしかも、ハガコ、あんた髪の毛がなんかリボンに。リボン。ちょっと待って、あんた女の子でしょ。少しはおしゃれに気を使いなさいよ。ねえ、私の将来になりたいものは。そこでおかしいでしょ。前に急に変わった。携帯のストラップじゃなくてストリッパーリリーハガです。贅肉で作られたおっぱい。なんで笑うんですか。隠しきれない青ひげ。無数に生えるジャングルから生きり立つポークビッツ。最低。剃っても剃っても生えてくる生命力豊かなすね毛。これが武器です。私はゲーマーで羽ばたきます。あんた女の子じゃないの。怖いものなんてありません。だってもう性別は迷子になってしまったから。そしていつか野口先生の視線に舐め回されてバットでスリラーでデンジャラスな関係になると思います。もうなってるんじゃないの。以上です。よろしくお願いします。いや、いつでもなれるんじゃないですか。そういうところで働くのはできると思いますよ。はい、このすね毛とか生かして、この汚さを生かしてちょっと頑張りたいんですけど。それはどうか、ちょっと面白い。意外と厳しい世界なので。あ、清潔感に気を使います。はい。青ひげはどうすればいいですか。青ひげはまあそういうのが OK なお店だったら大丈夫だと思うんですけど、まあ先生六本木町とか六本木でそういうところもね、人情のところもいろいろ知ってるんですけども、はい、大丈夫なところもあるけど、はい、厳しいところはちゃんとダンスレッスンとかも厳しいんで、はい、ああこういう人いました。大丈夫だと思う。結構間が頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました、はい。将来なりたいもの。私の将来なりたいものはお嫁さんです。えなんで私見るの。なんで私を見るの。すごい投げたい。でも条件があって、旦那様はお金持ちで、かつもうすぐお迎えが来るおじ様に限ります。前聞いたそれ。そして前聞いた。お迎えが来た後はその遺産で高級な服をまとい、高級な宝石を身につけて高級な外車を乗り回します。クルーズから15人来ました。そうこうしていれば自然と若い男どもが集まってきて、日ごと夜ごと男を変えて、そして私は女王に君臨するの。そして全員ひざまずかせて、あ、いけない、興奮しちゃった。だからなんで私を見るの。なんで興奮しちゃった。すいません、でもこれが私の野望じゃない、将来になりたいものです。はい、ありがとうございます。ま、以前のね、相談から、はい、見たようなね、はい、貫き通してますね。もちろんそうですよ。自分を変えずに貫き通してるその姿に、はい、素敵だと思います。私、ありがとうございます。はい、叶いますかね、この夢は。それはだから、そういう方とお付き合いしてれば、はい、叶います。そうですね、わかりました。頑張りましょう。頑張ります。そしたら私も仲間に入れてください。はい、最低この2人。では、面白かった2人をここで私が選ばせていただこうかと思います、はい、私は座っていいのかしら。座ってくれ、はい、ちょっとどきなさい、あんた感じね。苦手、なる、ね、で、いきます。あ、面白いって言えば私よね、やっぱブルル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 
話を。ドーン。まず一人目面白かったね。やっぱりね、コメントの数ももう半端ない。はい、私。シュンコ、受けていいよ。ありがとうございます。はい。もちろん安田先生も多大にしてありますし、この時間さんは実はあの姉さんに向けてだそれも運ですね。なんかその実力の自分引っ張ってます。皆さんパチ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 、運も実力のうちって言ったら私最悪じゃない。まあどうしようもない。ちょっと待って、かわいいな。もう諦めて。やめてよそれ。はい、もう一人、勝ち抜けは、はい、いや手下げて。結構最近ちょっと頑張ってるよね、そういうネタに関してね。うん、そこをちょっと認めてあげたいなというところもあり。キレどころが抜けてごめんね。何言ってんの、何言ってんの。一番キレどころがまだいるわ、ここに。抜けちゃったね。一番、おい、一番キレって。ちょっと待ってよ、何言ってんのよ。いつも隠れて見えないけど。お前ら待てー、絶対性的趣味で私たち残されたのよ。いやまあ、まあ、というわけでな、まあ、今回に関してはまあ頑張った、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 私は頑張った、頑張った、あのね、ありがとう、頑張った。シャコはね、もっとゆっくり読むべきじゃないかと思うな。うん、うん、でもっとこう気持ち込めて読んだ方が絶対通じるよ。何な、気持ち悪いな。何ギビクってんの。大丈夫、いつも気持ち悪い。赤ちゃん、バブバブバブ、なに、なに、私生えてるのそれ。はい、では行くぞ。今日の罰ゲームはこれだー。ペーン。さあ、読めるかな。なんだこれ。七個パッチン。さあ、早速ですけどもね、俺がデモンストレーターとしてね、見本見せてやるから。見本。なんで嬉しそうなの。嬉しそうだね。秘密だ。なんで嬉しそうなの。ナノコパッチンだって、パッチンって。よし、はい、お願いします。あー、うん、パクね、はい、もう一回じゃあお願いします。そこからがいい、はい、すげー。あー、パク。あー、いきますよ。アピールだよ、ほら。痛っ、気持ちいい。ほら、リップクリーム分けてあげな、唇越しに。というわけでな、まあ今回デモンストレーターを俺やったわけだが、よし、では、まずは構ってほしいお前から行ってこい。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。はい、あーして。なんで嬉しそうだな、この子。何個前したの。ちゃんとね、もっと離れる。ちょっと、セリル。
どうしたの？あ、もうそのまま加えてるってことはもう一回？もう一回。あ、もう一回だ。OK。お願いします。足りなかったのね。ごめん。ごめん。これいじめよ。何よ。何よ。私そんなことして何が楽しいっていうの？いじめじゃないでしょ。罰ゲーム。あ、そっか。忘れてた。ごめんね。はい。え、記者こちら今の感想を。ちょっと良かった。はい、では慰めるうちなしね。予習所確認、今日ここまで。はい、全員集合。全員集合。どこに行ってるのかな。大丈夫、じゃあこれちょっと続けようかな。礼、ありがとうございました。ありがとうございました。